素材選びから始める初めての方でも安心な粘土花の世界。1、クレイフラワーとの素敵な出会い始めてみませんか。素敵な花時間、素敵な花の世界へご案内させていただきたいと思います。四季折々の美しい花々、その優美な姿に心を癒されたことは誰にでもあるのではないでしょうか。そんな花との出会いをもっと身近に、もっと自由に楽しめる素敵な趣味があります。それがクレイフラワーなのです。粘土で作る繊細な花々はまるで本物の花のような美しさを持っています。でも本物のお花とは違って、いつまでも色褪せることなくその美しさを保ち続けてくれるんです。窓辺に置いても日光で傷むことはありません。水をあげる必要もありません。そして何より素晴らしいのは、ご自身の手で好きな時に好きな花を作れることです。春には桜や菜の花、夏にはひまわりやアジサイ、秋にはコスモスやダリア、冬には椿や水仙、季節を問わず心に浮かんだ花を自由に表現できるのです。お部屋に飾ればそれだけで空間が明るく華やかになります。テーブルの上に小さな花を添えるだけでも心が温かくなりますよね。クレイフラワーは決して難しい趣味ではありません。ゆっくりとマイペースで進められる創作活動なのです。指先を使って粘土をこねたり形を整えたりする作業は脳を適度に刺激してくれます。集中することで日々の忙しさや心配事も忘れられる、そんな素敵な時間を過ごせます。またクレイフラワーは一人で楽しむだけではありません。同じ趣味を持つ方々と交流を深めることもできます。作品作りを通じて生まれる会話や完成した時の喜びを分かち合える仲間との出会いもクレイフラワーの魅力の一つです。大切な方への心のこもったプレゼントとしても喜ばれます。世界でたった一つの手作りの花はきっと特別な贈り物になることでしょう。これからクレイフラワー作りに使う粘土の種類や特徴についてお話ししていきますが、その前に覚えておいていただきたいことがあります。それはクレイフラワーには正解も不正解もないということです。あなたの感性で自由に表現できる、それがクレイフラワーの最大の魅力なのです。まずは小さな一輪から始めてみませんか。きっと素敵な花との出会いが新しい楽しみを運んでくれることでしょう。ではクレイフラワーの世界へ一緒に踏み出してみましょう。2、優しく学ぶ粘土の基礎知識。知ってほしい粘土の魅力。クレイフラワー作りの第一歩は粘土との出会いから始まります。今日はその粘土についての基礎知識を優しくご紹介していきましょう。クレイフラワーで使う粘土には大きく分けて2つの種類があるんです。1つは樹脂粘土、もう1つは軽量粘土と呼ばれるものです。この2つはそれぞれが素敵な個性を持っているんですよ。まず樹脂粘土についてお話ししましょう。この粘土はまるでガラスのような透明感を持っているのが特徴です。バラやユリのような光を通すような繊細な花びらを表現するのにとても適しているんです。花びらを薄く伸ばすと本物の花のような透き通った質感が生まれます。小さな花や繊細な花びらを持つお花を作る時に重宝します。生け花のような風情のある作品作りにもぴったりなんですよ。次に軽量粘土のお話です。この粘土はその名の通りとても軽いのが特徴です。白く不透明な生地が特徴で、優しいパステルカラーの花を作るのにとても向いています。大きな花を作っても重くならないので、ボリュームのある花束や大輪の花を作るのに最適です。ガーベラやひまわりのような存在感のある花を作るときに重宝します。でもここで大切なことがあります。これから粘土選びを始める方にお伝えしたいのですが、この2種類の粘土は必ずしも厳密に使い分ける必要はないんです。むしろ最初は1種類の粘土でじっくり練習することをおすすめします。慣れてきたら2種類の粘土を混ぜて使うこともできるんですよ。
それぞれの粘土の良いところを生かして自分らしい作品を作れるようになります。粘土選びで迷った時はまず手芸店で実際に見てみることをおすすめします。いろいろな種類の粘土を実際に手に取って触れてみてください。柔らかさや色のつき方、伸びやすさなど実際に触れることでわかることがたくさんあります。特に初めての方には手芸店のスタッフさんに相談してみることをおすすめします。経験豊富なスタッフさんが丁寧にアドバイスしてくれることでしょう。最初は小さなパックから始めるのがおすすめです。 200g や 250g のパックサイズなら気軽にチャレンジできます。値段も1000円前後からありますので始めやすい金額設定になっています。そして粘土を選ぶときに覚えておいていただきたいことがあります。それは粘土には硬さがあるということです。季節や室温によって粘土の柔らかさは変化します。夏場は少し柔らかくなり冬場は少し硬くなる傾向があります。でもこれは粘土の特性なので心配いりません。少し練ることで使いやすい柔らかさに整えることができます。粘土との出会いはクレイフラワー作りの大切な第一歩です。焦らずゆっくりとお気に入りの粘土を見つけていただければと思います。 3. 透明感が美しい樹脂粘土の世界透き通る花びらの不思議。樹脂粘土には素敵な生い立ちがあるんです。遠く中南米のチデパンを材料に花を作る伝統がありました。その文化から生まれたパンフラワーという手芸が今日の樹脂粘土の原点なのです。日本ではその伝統を受け継ぎながらより扱いやすい素材として進化を遂げてきました。特に製粉会社の技術力を生かして開発された樹脂粘土は驚くほど繊細な表現が可能になっています。現在私たちが手に入れられる樹脂粘土にはいくつかの種類があります。それぞれのメーカーが創意工夫を重ねて作り出した個性豊かな粘土たちです。例えば透明感を追求したグレースという粘土があります。この粘土はまるで光を通すようなうっとりとした透明感が特徴です。薄く伸ばすと本物の花びらのような繊細な質感を表現できます。初めての方でも扱いやすく手芸店でも見かけやすい粘土なんですよ。またコスモスという粘土もあります。こちらはほんのり白みがかった優しい質感が特徴です。しっかりとしたコシがあるので型作りがしやすいのが魅力です。花びらの立体感を出すのに適していて初心者の方にもおすすめです。プロフェッショナル A という粘土は極限まで薄く伸ばすことができます。繊細な加工に耐える強度を持っているので本格的な作品作りを目指す方に人気があります。そしてルナクレイは程よい白みと削りやすさが特徴です。花びらの表面に細かな加工を施すことができます。このようにそれぞれの粘土が個性豊かな特徴を持っているんです。さらにモデナシリーズのように耐水性を備えた粘土もあります。水に強い特性を生かしてより自由な創作が楽しめます。最近では手頃な価格の100均樹脂粘土も登場しています。カラーバリエーションも豊富で気軽に試してみることができます。ここで樹脂粘土を選ぶ時のポイントをお伝えしましょう。まずは透明感のある粘土から始めてみるのがおすすめです。バラやカーネーションなどよく知っている花から挑戦してみましょう。花びらを薄く伸ばす練習から始めると樹脂粘土の扱い方が分かってきます。慣れてきたら白みのある粘土にも挑戦してみてください。違った質感の花を作ることができ表現の幅が広がっていきます。値段は 200g で1000円前後が一般的です。最初は1箱からのスタートで十分です。開封後は空気に触れないように保管することを心がけましょう。使わない粉はしっかりと包んで直射日光を避けて保管します。そうすることで長く使い続けることができます。樹脂粘土で作る花はまるでガラス細工のような繊細な美しさがあります。それでいて壊れにくい丈夫さも兼ね備えています。
この相反する特徴を持つ素材だからこそ、さまざまな表現が可能になるのです。4. 優しい色合いの軽量粘土の魅力、ふんわり優しい加色の表現。もう一つの素敵な粘土、軽量粘土についてお話ししていきましょう。軽量粘土はその名前の通り、とても軽やかな粘土なんです。まるでふわふわの綿菓子のような軽さを持っています。この軽さがあるからこそ、大きな花も思い通りに作ることができるんですよ。例えば大輪の見事なバラ、存在感のある立派なひまわり、ボリュームたっぷりのピオニー、そんな大きな花びらを持つ花でも軽量粘土なら重くならずに作れるんです。特に素晴らしいのは、軽量粘土特有の白みを帯びた質感です。この白みがあることで、優しいパステルカラーの表現が得意なんです。桜色のような淡いピンク、水色のような爽やかなブルー、レモンイエローのような明るい黄色、どの色もまるで春の日差しに包まれたような柔らかな印象に仕上がります。花束を作る時も軽量粘土の特徴が生きてきます。何本もの花を組み合わせても重くなりすぎないんです。花がめに生けても安定感があり、長く飾って楽しむことができます。また軽量粘土には嬉しい特徴がもう一つあります。それは手に優しいということ。長時間作業を続けても手が疲れにくいんです。力をかけすぎなくても思い通りの形を作ることができます。これは特に初めての方にとってとても心強い特徴ですよね。実は軽量粘土は比較的新しい素材なんです。従来の樹脂粘土の良さを生かしながら、より扱いやすく進化させた粘土なんです。そのため初心者の方でも安心して使い始めることができます。成形がしやすく、失敗しても簡単にやり直すことができるんです。色付けもとても楽しい作業になります。パステルカラーの粘土同士を混ぜ合わせることで、世界に一つだけの色を作ることができます。春の若葉のような黄緑色、夕暮れ時のオレンジ色、朝もやのような淡いグレー、あなただけの特別な色を自由に生み出すことができるんです。そして軽量粘土ならではの遊び方もあります。例えば小さな小物入れを作ってみるのはいかがでしょうか。アクセサリーを入れるような可愛い器も作れます。軽くて丈夫なので、実用的な作品作りも楽しめるんです。またお子様やお孫様と一緒に楽しむのもおすすめです。柔らかく扱いやすい軽量粘土は、家族で楽しむ創作活動にぴったりです。保管方法も簡単です。使わない封は空気が入らないようにしっかりと包んで保管します。常温で保管できるので、特別な道具も必要ありません。ただし直射日光は避けるようにしましょう。涼しい場所での保管がおすすめです。最初は小さな花から始めてみるのがいいですよ。デージーやビオラのような小さな花から挑戦してみましょう。そして少しずつ大きな花にも挑戦していけばいいんです。焦る必要はありません。ゆっくりと自分のペースで進めていけばいいんです。軽量粘土で作る花には不思議な魅力があります。優しい色合いとふんわりとした質感、見ているだけで心が温かくなるような、そんな特別な魅力を持っているんです。素敵な作品作りのためのアドバイス、明日からの準備と心構え。クレーフラワーに使う粘土のお話をしてきましたが、ここからは実際に始める前の準備についてお話ししていきましょう。まずは心構えからお伝えしたいと思います。クレーフラワー作りで一番大切なのは楽しむ心なんです。うまく作れるかどうかはそんなに気にしなくて大丈夫。誰でも最初は初心者から始まります。失敗を恐れる必要はありません。むしろ失敗の中にこそ新しい発見があるものです。思い通りにいかなくても、それはそれで個性的な一輪が生まれるかもしれません。そんな気持ちでのびのびと取り組んでいただければと思います。では実際の準備に入っていきましょう。まず作業スペースの確保が大切です。テーブルの上に新聞紙やシートを敷いて、
専用の作業場所を作ります。明るい場所がおすすめです。自然光が入る窓際なら、より本物の花の色に近い色合いで作ることができます。次に基本の道具を揃えていきましょう。と言っても最初からたくさんの道具は必要ありません。基本の道具は以下のものです。まずカッターナイフ、花びらを切り出すのに使います。文具店で売っている普通のカッターナイフで大丈夫です。次にハサミ、先の細いハサミがあると便利です。細かな部分の調整に重宝します。そして爪楊枝、花びらに模様をつけたり形を整えたりするのに使います。家庭にある普通の爪楊枝で十分です。それからのし棒、粘土を伸ばすのに使います。お菓子作りに使うものと同じです。もしなければ太めの棒状のものでも代用できます。最後に作業台、アクリル板やプラスチックのまな板が便利です。粘土を伸ばす時の台として使います。これらの道具は100均でも手に入りますので気軽に始められます。次に材料の保管方法についてお話しします。粘土は空気に触れると少しずつ固くなっていきます。使わないときはしっかりとラップに包んで保管しましょう。できればジップロックなどの密閉袋に入れておくと安心です。直射日光は避けて常温の場所で保管します。冷蔵庫に入れる必要はありません。道具類は専用の箱やケースにまとめて収納すると便利です。作った作品は埃から守るためにケースに入れて保管するのがおすすめです。100均で売っているクリアケースで十分です。さて、実際に作り始める前にもう一つ大切なことがあります。それは作業時間の確保です。一度に長時間する必要はありません。30分から1時間程度の時間が取れれば十分です。むしろ短い時間でも毎日少しずつ続けることをおすすめします。そうすることで自然と粘土との対話が生まれてきます。粘土の感触、色の変化、形の作り方、少しずつですが確実に上達していくのがわかると思います。また作業の合間に休憩を入れることも大切です。お気に入りの音楽をかけながら、温かいお茶を飲みながら、ゆっくりと創作時間を楽しんでください。そして出来上がった作品は必ず写真に残すことをお勧めします。スマートフォンのカメラで十分です。上達の過程を記録に残しておくと後から見返した時に楽しいですよ。最後にこれから始められる方へのエールを送らせてください。クレイフラワー作りはきっとあなたに素敵な時間をプレゼントしてくれることでしょう。ゆっくりとマイペースで、でも確実に前に進んでいける、そんな素敵な趣味との出会いを心から楽しんでいただければと思います。6、クレイフラワーで広がる素敵な暮らし、あなたらしい花のある日々。クレイフラワーのある暮らしがどんなに素敵なものになるのか、皆様と一緒に想像してみましょう。まずお部屋の装飾として楽しむ方法があります。季節ごとの花を飾ることでお部屋の表情が変わっていくんです。春には淡いピンクの桜を窓辺に、小さな花瓶に生けた水仙も春の訪れを感じさせてくれます。夏になったら爽やかなひまわりを玄関に、涼しげなアジサイをリビングのテーブルの上に、秋には深い色合いのダリアを飾って、コスモスの揺れるような姿も秋の風情を運んでくれます。冬には凛とした椿の花を、白い葉ボタンも冬の静けさを表現してくれます。このように季節の移ろいを感じながらお部屋を彩ることができるんです。花は置く場所によっても違った表情を見せてくれます。玄関に置けば帰ってきた時の心の安らぎに、リビングに飾れば家族との団らんをより豊かにしてくれます。寝室に小さな花を添えると朝の目覚めがより華やかになります。本棚の隅に可愛らしい一輪を、机の上に小さなブーケを、さりげなく置かれた花たちが日常に特別な彩りを添えてくれるんです。そしてクレイフラワーにはもう一つの素敵な楽しみ方があります。
それは大切な方へのプレゼントとして贈ることです。お誕生日のお祝いにその方の誕生花を、結婚記念日には幸せを願って純白のバラを、母の日にはカーネーションの花束を、感謝の気持ちを込めて一輪のガーベラを。手作りの花には思いがたくさん込められています。一針一つ針心を込めて作った花はきっと特別な贈り物になることでしょう。永遠に色褪せることのない花だからこそ、その思いもいつまでも心に残り続けるのです。またクレーフラワー作りを通じて新しい出会いも生まれます。同じ趣味を持つ方々との交流はとても楽しいものです。作品を見せ合いながら技術を教え合う、新しい表現方法を発見し合う、失敗談で笑い合う、そんな仲間との時間もかけがえのない宝物になっていきます。地域のカルチャースクールや公民館の講座で出会う方もいらっしゃるでしょう。インターネットの趣味のコミュニティで遠く離れた場所の方とつながることもできます。作品の写真を共有したり、アドバイスを送り合ったり、そんな交流もクレーフラワーならではの楽しみ方です。そして何よりクレーフラワー作りは自分時間を豊かにしてくれます。静かな午後のひととき、粘土に触れ色を選び形を作っていく、その時間はまさに至福のひとときとなるはずです。創作に没頭する時間は日々の忙しさを忘れさせてくれます。心が癒され新しいアイデアが生まれてくる、そんな贅沢な時間をクレーフラワーは与えてくれるのです。作品が完成した時の喜びは何物にも代え難いものです。その達成感が次への意欲につながっていきます。少しずつですが確実に技術は上達していきます。その過程を楽しみながらマイペースで進んでいけばいいのです。エンディング、さあ始めてみましょう。あなたらしい花の世界を、クレーフラワーの魅力は少しお伝えできたでしょうか。透明感のある樹脂粘土、優しい色合いの軽量粘土、それぞれの個性を生かしてあなたらしい花を作ることができます。決して難しいものではありません。むしろゆっくりと楽しみながら進められる趣味なのです。明日から始めたい方はまずは手芸店へ足を運んでみてください。実際に粘土を手に取ってその感触を確かめてみてください。色とりどりの粘土たちがあなたとの出会いを待っています。そして最初は小さな一輪から、デイジーやスミレのような小さな花から始めてみましょう。きっと素敵な創作の時間が広がっていくはずです。失敗を恐れる必要はありません。むしろその過程を楽しんでいただければと思います。なぜならクレーフラワーには正解も不正解もないのですから、あなたの感性で自由に表現できる、それこそがクレーフラワーの最大の魅力なのです。さあ新しい趣味との出会いの扉を開いてみませんか。きっと素敵な花々があなたの暮らしに彩りを添えてくれることでしょう。それでは楽しいクレーフラワー作りの時間を。ご視聴ありがとうございました。